佐々木修六は日本の元レーシングドライバー。現役時代はマムシの修六と呼ばれた。息子はレーシングドライバーの佐々木孝太。広島県出身。広陵高校時代には野球部に所属し甲子園に出場している。元々はホンダのメカニックだったがテストでの速さが認められドライバーに転身。1968年にレースデビュー。 ツーリングカーやフロリダ500を経て、1977年に FJ1300 でランキング2位となり、1980年には日本 F3 チャレンジカップでチャンピオンを獲得。翌年にはイギリス F3 にフル参戦した。以降はフォーミュラカーやツーリングカー、耐久レースなど様々なカテゴリーで活躍した。2000年には全日本 GT 選手権の第1戦に、 スポット参戦し、息子の佐々木光太と親子で同じレースに出場。2010年には鈴鹿クラブマンレースの第4戦に自身の念願だった親子コンビでの出場を果たした。現在は鈴鹿しガラスコーティングとカーフィルムの専門店を経営している。ありがとうございます。